ヤナとの魂、子供に刻みマナとの共演、夜明けの光、浮き沈み、この世は乗車必須、されど花となり咲き乱る王がビーフィー。文化系トーク YouTube グランパンパースです。はい、ラジオ配信ですけど、先ほど BE:FIRST TV ね、最新回見ました。で、まだスマッシュの方のやつは見ない状態で語っております。なんかのタイミングで表紙で語っちゃうとまずいんでね、あちら有料配信ですので、本当に見たばっかりの感じで語っております。今回の BE:FIRST TV ですけども、そうだ、その前にまだ見てない方はね、たまたま動画開いちゃった方いらっしゃるかもしれませんので、内容を語ります。まだね、ご自身で最初に初見で見たいっていう方とか、それとまだね、ちょっとこれから見るって方はね、一度動画閉じていただいて BE:FIRST TV 見てから私の感想動画とかね、見ていただくのを、ラジオなんで聞いていただく形にするといいと思います。危ない。はい、じゃあね、アイキャッチ後にBE:FIRST TV 最新回の内容に触れますので、はい、そんな感じでお願いいたします。それでは行きます。アイキャッチ。はい、というわけでね、アイキャッチ入れましたので語らせていただきたいと思います。はい、今回ね、あれですね、BE:FIRST TV といえばみんな食レポをしてるイメージってありましたけど、今回違いましたね。食レポは食レポで非常に面白いんだけども、今回はやばいでしょ。颯太くん推しだからねっていうところもあるんだけどね、最近ちょっとレオくん推しになり気味かなとか思ったりすることもなくもないが、やっぱ颯太くん好きだなっていうね。言うてね、7人全員好きなんですけどね、あえて選ぶっていうのも最近はする必要なくなってきたかななんつって思ってね、そんなことも思いますが、やっぱ颯太くんのね、なんでしょう、いろんな表情が見れましたわ。今回颯太推しはね、もうね、これやばいんじゃないですかって思いますよ、これはね。まず湘南、彼のね地元の湘南を俊斗くんと真人くんと一緒に3人でね、ロケをするっていう感じで、来週後半のロケがあるようで前半という形でございますけれども、いいっすね、湘南。番組の中でも名前が出てましたが、テロップで湘南の風でおなじみの湘南でございますけれども、スタジオ花ですね、颯太くんの通ってた、そして講師もやっていたダンススクールね、そこにいてカナブーンの人たちがいて、そこで一緒にねダンスするっていう、がっつりフリースタイルダンスで颯太くんたちをね歓迎してくれて、颯太くんがダンサーの血が騒いだようで、もうがっつりキレッキレのダンスをねぶちかまして、いい感じでやってまして、これはもうね神回確定じゃんかと最初の方から思いましたけどね、やばかったっす。よ、今回はね。花先生もやばいっすね、テンションの感じ。なんかあれですよね、後々にこの番組の中でも言ってるけど、りょんりょん先生に似てるっていうところの話がね、もう結構最後の方で出てきたけど、そういうところ、りょうきくんがね、あれどっかで聞いたことあるなみたいなこと言ってて、金太郎飴っていう表現とかの話とか、そういったものも含めてですけども、なんかね、花先生もそうだし、りょんりょん先生もそうだし、あとはね、日プ2のね、中曽根里乃先生にもちょっと似てるなっていう、エネルギッシュでパワフルな女性の先生というのがね、結構そういう感じで、すげえなっていう風に思いますね。ついてくの大変そうだけどね。そんなこともやりつつで、颯太くんが本当にいろんな表情になっていて、なんか古巣に帰ってきた地元の顔であったり、ダンサーの顔であったり、先生のね、ダンス講師の先生の顔であったり、花先生の元での生徒の顔であったりとか、すごくなんかああいう感じだったんだなっていうのが思ってね、いろんなことがね分かりまして、いいっすね、あれね。ああいう感じもうがっつり今回はなんかダンスのこともやったしね、浜辺でのねトレーニングとかね、あれもいいっすね。青春だと思うな。きつそうだけどな、俺には無理だなって思うけどな。真人くんや俊斗くんですら大変そうだったからね。でもなんか颯太くんの指導が本当に身についててね、先生に頭が上がんないみたいな感じのことを言ってるのとかもすごくいい関係性だなって思って、本当に師弟関係なんだなっていうのが思ってね、辺なんだろうなっていう。でも感じのね、厳しく育ててくれたっていうところがあるからこその颯太くんの世界でチャンピオンを取り、ね、4回取り、そして BE:FIRST になったっていうところもあって、でしかもオーディションにね行くにあたって背中を押してくれたっていう、迷ってたって話があって、もうダンサーとしてはもう確実に成功するスキルがあるし、それでスターにはなれるけどヒーローにはなれないからっていうダンスでは、その表現ってすげえなって思った。やっぱ一流でやってないとそういう表現ってできないなって思うんだよな。だからヒーローっていうかね、スターではなくヒーローになりたいっていうか、そういうことだったのかなとかね。でそんなのもあって、そういえばスタジオハナのところでね、ワイプのところでいい感じでね、俊斗くんが可愛かったところとかあったんだけど、こう乙女みたいな感じで手を組んで見ていたりとかね、服の色の関係もあって乙女に見えるっていうね。レオくんはね、やっぱりすごくいい感じの反応をするし、あとやっぱダンスだからかな、竜兵くんが今回かなりね、積極的にいろいろとね、喋っていた感じがします。まあその竜兵くん、スタジオにいた組だから、スタジオに来た時の話だったりするっていうのもあったけど、ね、まあそんなこともありましたね。で、いや、今回みんなこうテンションがすごくいい感じで、こう高めだったりとか、それからなんかこうグルーヴ感がね、会話のグルーヴ感がすごく良かったような気がしますね。佐藤龍太さんも湘南行きたかったみたいな話もあって、あの辺のくだりも面白かったけれども、まあ、やっぱね、あの辺のことを含めてなんかいろいろこうすごく神回だったなっていう、神回って何回も言ってる気もしなくもないが、そんなこと思いましたね。でまああとあれですね、シャイニングワンじゃない、Bye-Good-Bye Bye-Good-Bye をね、踊って、海でね、で、ブレイブジェネレーションを歌ってっていうところもあってですけども、まあ、至れり尽くせりでしたよ。まあ、いろいろ感想ありますけど、本当に今回は楽しかった。今回は一番楽しかったかもしれない、ぶっちゃけ。ね。いや、食レポとかもそうだけどね、やっぱああいう感じのっていいよなって思うな。あとあれですね、そうたくんが、佐藤龍太さんがね、なんで俺も湘南のロケ連れてってくんなかったのって話になって、ちょっとスタジオがね、少しこう、静かになった時に、スタッフさんって呼ぶ時の、感じいいっすね。なんかこう、ボーイズグループのバラエティだなって思ったし、あとね、言う時のタイミングっていうかね、やっぱリズム感抜群だなって思って、声出すタイミングとか間の取り方ですらなんかリズムが良かった気がするっていうね、まあ、そんなこと思いましたね。いや、いい感じだったですよ。でなんかそんな感じのもありつつで、最後の方でね、Bye-Good-Byeの話をしてたと。ダンスの振り入れっていう話、今回ダンス会だったから、ダンスの振り入れってみんな速くなってるみたいな話をねしてて、ザ・ファーストファイナルで、Bye-Good-Bye歌って踊った時に3日間で仕上げたらしいっていうね。すげえなと、マジやべえなとね。いやー、もう本当にまあすげえ化け物だなって感じしますね、7人ね。本当にそんな感じですよ。そうそう、いや本当にこうね、ファーストワンマンライブの映像が YouTube で今上がってますけどもね、そちらの方の話もちょっと別個でしたいなって思ってるんだけども、そこからまだ半年ちょいだけども、まあビバラロックとかのやつ見た感じで、まあ半年間での成長が著しいというか、すげえなって思いますね。もともとのスキルも高いんだけども、爆発ですわね、やっぱね。このね、感染症の状況下で、すっげえ数の爆発踏んでいますから、いやー、すごいなと思いますね。奇跡だなって思う。ちゃんとライブが全部開催できてるっていうのも奇跡だなって思うしね。本当に奇跡のチームなんだなと、改めて思いました。で、その奇跡っていうのは、今回、そうたくんの、昔の話っていうのが結構垣間見れたわけだけど、まあ、7人の奇跡っていうか、7人だけじゃないですけどね、SKY-HI、ノベルコアくん、それから翔太くんとか、そう、翔太くんの名前も出たのよね、今回ね。湘南の名前を入れたかったっつってね、でも湘南の翔と蒼太の他で翔太にすればって言ってね、誰か思い出すんだよなみたいな。そう、翔太くん出たのもね、エモかった。出たっていうか、名前が出たっていうかね、テロップで相田翔太が出たっていうのもね、あってね、それも良かったなって思うよ。マナトくんもそこにね、俊斗くんとマナトくんと蒼太くんでいたから、そこで翔太くんの名前が出るとね、どうもショーマイナーサイベージを思い出したりなんかするけれども、まあ、ね、そんなことも思いますけどもね。はい、まあいろいろとね、ありましたけれども、まあとにかくね、神回でした。3日で、Bye-Good-Byeね、がっつりやるってのはやべえなと思うよ。忙しいでしょうね、みんなね。はい、そういうふうに思いました。はい。まあね、こんな感じで、本当に見たまんまの感想を述べさせてもらいまして、動画ね、撮った後はスマッシュの方見ようと思ってますけども、はい。楽しかったっす。ね。うん。来週の湘南ロケも楽しみです。はい。はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、グランパンパースでした。あー果てしない空